エマナヒ野生のリスと遭遇これはちょっと穏やかじゃないですね。あのある日横浜を散歩横浜で野生のリス野生のリスに出会いました。それは何道にいたんですか。なんか木に動いてるなと思って見たらリスがフューってこれは春日さんの要望通り嘘をついてくれましたよね。まだ嘘じゃないです。写真とか撮った。え写真ありますよ。送りましたもん。リスだな。思ったよりリスだな。よく撮れてこれ動いてるリス。よく撮れてね、これ横浜これ。横浜ね。いや嘘だと思ったから。嘘じゃないんですよ。ネットで探してきたとかじゃないもんね。違いますよ。撮ったんですもんね。スマホでピッと。マナヒこたつを買う。はい、いいね。あいいですか。マナヒこれ本当これ。これも本当です。こたつ買った。買いました。やっぱ寒かったからなのか。そうですね。なんか家にこたつがあったらきっと最高だろうなって思って買いました。嘘だと思う。いや嘘じゃない。本当なんです。本当なんです。写真ある。フェイクニュース写真は。ないでしょ。やってるかも。いやでも本当です本当です。ぜひ、うん、ぜひ。さすがに無理よ。ロケならやりたいな。マナヒがこたつを買ったのは本当だ。俺もロケしたいね。じゃあ若林。あーい。もういいよ。さっきやっただろ。仲間たちはどうですか。あすごいね。肩叩き。若林肩叩き。若林バカバカしい。バカバカしい。強いっすかてめえこれ。なんでマナヒーだけ強いんだよ。あたりがいいじゃないかよ。